これでこれトレーラーを引っ張ってるっていうね。すごいですね、アストリウムさん。すごいね。下すごくないですか？なんか雪仕様。雪だ、これ雪だね。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒロユキです。カタリストレーナです。今日はキャンピングカージャパンキャンピングカーショー20192日目来ました。2日目来ました、土曜日です。今駐車場いるんですけど、いろんなキャンピングカーが、もうね、今日このキャンピングカーの止まってる駐車場めっちゃ楽しいです。はい、見たことないのとかもすごいいっぱいあって、駐車場見てるだけでも楽しいですよね。楽しいです。で、これから会場の方に向かっていきます。もうね、会場がすごい混んでた。昨日は半分しか回れなかったので、今日は残り半分見ていこうと思います、はい、楽しみです。まだまだね、半分見てないんで結構な量残ってます。で、今回行くとこもなんかいろいろね、変わったのとか新しいモデルとか出てるみたいなんで、そう、楽しみです。みるみるランド。はい、2日目です。めちゃめちゃ人が多いです。今日はゆきさん、今日は右半分ですね。今日右半分ですけど、めちゃくちゃ人が多い。めちゃくちゃ人が多い。はい、ではこちら、RV ランドさん、見ていきます。どこが人がいっぱい。これね、昨日気になってたのが、これ。うん、めっちゃかっこいいですね。かっこいいですね、これ。ポップアップできっと中から出入りできるんでしょうね。はい。かっこいい。これは。バックパッカー。バックパッカー。何が面白いですか？ね、ハイエースベースで。あ、引き出し？引き出しついてる。引き出しついてますね。うん、みるみるなんですね。あ、そうです。いつも見てます。ありがとうございます。細かくいろいろやってくれるんで楽しみです。はい。こちら大きい。ご制約ってなんか。ご制約されてますか？ランドホームコースター。この前見たね、これね。グッドデザイン。太陽の力を充電。ラクネルというやつですね。これバネットかな？日産。中はこんな感じになってます。これに対して必要なところですね。そしてこちらはカスタムセレクトさんのブースです。あー、脇がパカッと出てるの初めてですよね。すごい。ここにも窓があって換気扇がついてる。あ、これも N 版だね。カスタムセレクトさん。そうですね。 N 版で青って珍しくない？それにしかもこれ2段ベッドになってる。なんとだ、2段ベッドになってる。珍しい。350万。犬の後ろこういう風に出てきて。すごい広いですね。あ、広いね、やっぱね。家具もすごいシックな感じで。かっこいいな、これ。ライトも結構ついてるから明るく過ごせますしね。ね。いい。
いいっすね、これ。いいですね、沼そこいいですね。あ、見てます。あ、ありがとうございます。今日も取材なんで。今日も取材してます。また楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。また声をかけていただきました、ね。ありがとうございます。はい、こちら積層ボディさんです。37さんのブースです。こっちも人がすごいいっぱい。でこちらがエアストリームジャパンですね。トレーラー、それこれがすごいんだよ。すごいですよね。ご案内しております。ごつえ、このタイヤ、タイヤじゃない、これキャタピラー。キャタピラーです。すごい強いです。すごいよね。そしてこれでこれはトレーラーを引っ張ってるっていうね。すごいですね、エアストリームさん。すごいね。あ、下すごくないですか。なんか雪仕様。雪だ、これ雪だね。雪の上を、ね、だからあのキャタピラーなんだ。そういうことなんです、ね。反りを引くみたいな感じ。反りですね、もう。わー、すごい。これはすごい。こちらはエアストリームカフェ&バー。おしゃれでいいですね。ね、かっこいいね。エアストリームさんかっこいいです。トレイルワークス、はい、あ。おお、なんかこれおしゃれじゃない、これ。おー、おしゃれだし、バイク乗ってますね。ね、はい、カーサビバイク。こんな感じです。はい、あとこちらクラシックバンとかね。こちらあのケイワックスさんの おなじみの。そうですね、王道なやつです。エアストリームジャパン。あ、こっちから見るとすごいね。かっこいいですね。カフェ&バー、はい、ほんとお店みたいな。おしゃれですね。おしゃれですね。いろんなところで営業できそうですね。ね、こちらエアストリームのトレーラーです。外観がこんな感じです。すごい、これも可愛いですね。ね、柄がすごい可愛いです。じゃあ中見てみましょう。かっこいいね。もうバーになってたりとか、ね、こんな空間になってます。かっこいい。まず入り口入ってすぐがリビングスペース。リビングルームになってますね。ここも展開してベッドになると思います。で、こちら、こちら側がキッチンで、結構深めのシンクとこういうね、かっこいい蛇口があって、うん、収納全部閉まってますけど、こういうとこ収納ができての、これはないですかね。オーブンかな。オーブンみたいな感じですね。オーブンみたいな感じに見えますね。だから3つの口の、ガス台があっての、ここが換気扇にちゃんとなっていて、うん、上はねライト付きの棚です。すごいです、明るいですし、素晴らしい。そしてこっちが冷蔵庫、はい、反対側が冷蔵庫、大きめの冷蔵庫ついているのでかなり入りそうですし、そしてくるって回るとこちら側が、はい、ベッドスペースになってます。本当に広いベッドなので、ね、大人2人お湯で寝れるかなって感じで。こちらはテレビもあって、あ、そうですね、ありますし、あと USB ポートとかもあるので充電とかもできますし、あとここかな、あ、はい、トイレとシャワールーム、シャワールームが別々に ね、 別ですね、ついてますね。はい、こんな感じ。はい、でここがですね、あのちゃんとシンクがあって、うん、別にお化粧室になっていて、はい、すごい鏡がいっぱいついてます。でここは多分クローゼットかなって感じで、すごいかっこいいです。はい、
実際の走行中、こういう風にして走れるんですね。楽しい。制約済みになってます。制約済み、はい。人気ありますからね、K ワークさんのハイエース。4番サードみるみるランド。こちら、トイファクトリーさんかな。トイファクトリーさんも人気ですね。見てますよ。ありがとうございます。ウィキさんでした。あ、そうです。カタリスレイナです。あ、そうだ、レイナちゃんだ。レイナちゃん、今日来たんだ。そうなんです、昨日も来てて。あ、そうなんですか。今日も来ました。はい、向こうなんかお持ちなんですか。いやいや、まあ、じゃあこれから。楽しいですよね。そうですね、面白いですね。これはなんかあれなのかな、注目カーなのかな。電動でぐーんと後ろの席のアクセスが邪魔なんで、後ろでピュッと開けます。バースライトを使わせて。セブンシーズ、はー、へー。こちらバーレン。テントか。すごいですね。鈴木のチムニー。ここから見るとフラットに寝れるようになってますね。運転席もしっかり倒してあってフラットで行ける感じですね。参考出品なんですね。かっこいいですね。かっこいいですね。このウッドがあるから本当に外にいるみたいな感じがして、はい、こんな感じですね。サイドオーニングがバーンって出てて、なんか本当アウトドアをしてるぞっていう感じがしますね。はい、中で過ごすのもいいかな。いいですね、これ。これ割とシンプルなハイエース。かなりシンプルですね。うん。トイズボックス。加藤モーターさんです。はい、加藤モーターさんも6人前向き乗車、2段ベッド、マルチルームも完備。すごいな、これ。すごいですね、マルチルームも完備ってすごいですね。こちらブルームーン。ブルームーン、ブルームーンもいいな。なんか中の内装がいい感じです、うん、明るく。展示車、30種類に及ぶ加藤モーターオリジナルレイアウトということで、これだけ選べるのすごいね。本当に選べるのすごいですね。すごい。加藤モーターさん、なんか中が豪華だよね。豪華ですし、これはなんか見てて本当楽しいですね。やばい。丸窓もすごいいいですね、うん。やっぱり家具がゴージャスですね。うん、こう、あるし、すごいな。ズーというやつです。あ、ズー、ズーで
席に。で後ろが二段ベッドになってる。あ、ちゃんとずらせる。なんかここが二段ベッドになってますね。すごい。結構収納もありますし、あそこにマルチスペースになってますかね。クローゼットというか。使いやすそうです。いや、本当マンション感です。ニューモデルとか見てみます。新型車両 CLH。ニューモデルって書いてあるんですか。ボレロ VMAX。コナンバー。コナンバーって書いてありますね。株式会社ブリーワー。こちらも MD マドンナ。あれシンプルですね。あれシンプルですね。でもいいですね。こんな感じで寝れたらすごい便利。いいですね。これで463万円の。これもキャラバン。キャラバンです。そしてこちらもキャラバンかな。これもね、キャラバンですか。あ、これは違う。こっちハイエース。ハイエースですね。こちらもちょっと住人乗り用ボン、すごいですね。二段ベッド標準装備で書いてますね。おお。あ、こっちはなんか茶系で、うん、シックに決まってる感じですね。はい。これはキャンピングカーオーゼット。クロットモビール。シュピーレン。これ何なんだ。これかな。ライトエース。ライトエースもサイズ的になんか手頃でいいよね。普段乗りとかする。普段乗りにすごい快適だと思います。これでもすごい綺麗ですね。綺麗ですね。白っぽくって好きですね。これいいですね。全体的にこのシリーズなのかもしれない。これもなんかライトエースなのか。あ、違いますね。これ日産ですね。バネットですか、これ。これバネットですね。シリーズ。もうライトエース。ね、シュピーレンシリーズ。あ、これ。丸っこいトレーラー。可愛いトレーラーですね。見ましたね。どこに置いてある？カートルのパーティーみたいな。すごい。飾りもなんかいいな。この飾り、ね、飾り可愛いですね。すごい雰囲気できます。こちらはこれなんだろう。アウトランダー E ポップ、アウトランダーのポップアップルーフの。こちらはデリカ、ニューデリカ、デリカ D ポップ。これ前見たよね。はい、上に上がらせていただきました。ね、もらってね、すごい楽しかったです。かっこいいよね、やっぱこのボンネット。そうですね、ボンネットといい、ここかっこいい。うん、デリカいいですね。走るって感じします。それ走るでしょ、車だもん。いやいや、そうなんですけど、なんかそういう意味じゃないよ。そう、そういう意味じゃないですよ。フラット、フラット、フラットになりますよ。
そのフラット、あー本当だ、フラットだ、フルフラットになってますね。フラットですね。で上に何気にあの釣り竿収納されてますね。寝転んでって書いてある。あ、本当だ、寝転んでって書いてありますね。あ、後ろがこうやって引き出しとか出てくるね。へ、ね、これ K ですかね。 K だねこれね。今、サンルッチさんの方に来たんですけど、すごいド派手なクールジャパントラベルということで、すごいな、なんか和風和柄ですね。和柄何、黄色絵ですか。黄色絵みたいな感じかな。